さあ、じゃあ大道芸のやり方も分かってもらえたかなということで、なぜかみんなで大道芸をやってお金をお賃金をいただくというお話になったところですね。とりあえずお昼まで大道芸をやってみようか。みんな大道芸とかレビューをやるんだろうけど、そろそろお店の準備もありますから、全員で行かれると、じゃあ大神さんと大道芸をする人が出かけて、それ以外の人は開店準備ですね。ああ、そういう感じ、そういう感じ。っていうか君たちはいつ寝てるの？昼間も活動してたら夜の仕事大変じゃないの？あと午前中とはいえ日も強いですから。ならば、ならば熱中症じゃねえ、ならば交代で大道芸をすればよかろう。ああそうだね、お昼までは2時間あるから2回は大道芸ができる。エリカちゃん連れてきたい。俺エリカを連れてきまんまなんだけど、大道芸やらせて。僕はさっきしたから、エリカとグリシーヌと花火から選ぶといいよ。それじゃあまず最初は誰と一緒に行こうかな、選べるんだよね。そうだよね、まあ、エリカちゃんでしょ。これはエリカちゃん一択でしょ、これ。それじゃあエリカくん一緒に来てくれるかい。何をしでかすのかな、エリカちゃんは。楽しみだな。はい、わかりました。私のダンスでバッチリ稼いでみせますよ。ダンスするのか。うん、エリカのダンスなら子供が多くて騒がしいところがいいよ。じゃあ頑張ってね。お店のことは僕たちがやっとくから、しっかり稼いでくださいね。期待して待ってますから。ああ、わかったよ。それじゃあ行ってくる。これは稼げなかったらバッドエンドってことなのかな。稼いでくればいいってこと。なるほどな、選べんのか。子供が多くて騒がしいところ、公園、公園の可能性があるけど、騒がしいかな公園って。サーカスいいんじゃないかな。サーカス多そうだけどな。公園かな。市場って子供じゃないよね、なんか大人だよね。公園、静かな気もするけど、まあ、公園でいっか。初手公園いいんじゃない、選んだ選択肢としては。まあまずは公園か。結構子供が多いな、ちょっと騒がしいな。オッケー、じゃあもっと騒がしいとこがいいのかな。さてどうしよう、ここで大道芸をしようかな。あ、選べるんだ。じゃあ他の場所も見ていい？じゃあ公園でやろうと思うけど、今の感じ。時計あった。時計はあるんだ。時間切れもあるのね。オッケー。サーカスはどう？誰もいないのか。うん。サーカスはサーカスがあるからダメなのか。サーカス閉店中か。じゃあまあ公園でいいんじゃない？あんま悩んでるといつ時間切れになるか示されてないからわかんないから。ここでいいよ。ほい。バッチリじゃない？それじゃあ、おかみさん、準備してきますね。着替えるの？着替えてから来た方がいいんじゃない？大丈夫？どこで着替えるの？トイレ？それじゃあ今のうちにお客さんは集めておくか。集めておく。さあさあ、見てのお楽しみ、大道芸が始まるよ。おかみ。それでは、シスターエリカの登場です。拍手でお出迎えください。皆さん、こんにちは。エリカ、ダンスじゃないの？エリカの歌、思いっきり楽しんじゃってくださいね。ダンスじゃないの？君。どうした？夢、希望、愛、平和。クソクレーティーさん。明日、自由。BGM ないのがカオスだな、なんか。自動送りだし。え、何？何？何この間。え、なんかムービー読み込んでる？そういうこと？ムービーついてんのかな、これ。何？昇り来る朝日。未来に輝き、肩を並べて歩く今を照らしてる。歌じゃねえな。俺の読み方歌じゃねえ。ダメだわ。やめて、そういうの。あ、強制送りだ。俺送れないんだ、これ。歌ないの？歌ってくれないの？本当に。通り過ぎる風、季節を感じて、喜びに弾けている。そうですか。歌ってよ。歌ってよ、レッド。レッド、歌ってよ。ニコル。振り返ることは、今はしたくない。あなたの夢、私の夢。うん、歌は無理です。すいません、歌は無理です。エリカちゃんが歌ってくれないとダメ。てか、なんで歌ってんの。たとえ未来約束されていなくても、朝日に向かい私は祈る。ほぼエリカちゃんだけどな、それ祈るって。そっか、さすがにそこまでのデータ容量は足らんかったってことかな、音声入れるまで。そういう感じかな。ありがとうございました。皆さんどうでした？楽しんでもらいましたか？でもエリカちゃんダンスって言ったのにな。ダンスどこ行ったの？熱狂してるからいいか。今度はシャノワールで私のダンスも見てくださいね。あ、そういうこと？そういうこと？はい、シスターエリカによる祈りでした。祈りなのこれ。以上で終わりにします。お金くれないの？では楽しまれた方はおひねりをお願いします。
めっちゃ入るめっちゃ入るめっちゃ入る。で、ほかみさん、今の大道芸のひねりいくらだったんですか？大道芸歌、まあ大道芸か。すごい、880フランもおひねりがもらえたぞ。多いんじゃないの、コクリコよりもらえてるじゃん。なるほどな。おお、でも全然足りないけどな。大道芸は大成功だし、場所もすごく良かったからな。よし、一旦シャドワールに戻ろうか。オッケーオッケー。まあ、初回の稼ぎとしてはいい感じでしょう。なるほどね、こうやってくのか。は？何これ BGM？ は？ちょっと待って、くそ、どうすれば蒸気を効率よく冷気に変換できるのかな。よう、蒸気クーラーはうまくいってるかい？ロベリアさん、部品さえ買ってくればすぐにでも完成しますよ。夏を涼しくする世紀の大発明、はっきり言って世界が大注目ですよ。初めてクーラー発明された時はすごかったんだろうな。うん、それはすごいね。何暗躍してんのロベリア、何を暗躍してんのロベリア、何を。一郎、おかえり。どうだった、うまくいった？ああ、まあまあだね。結構難しいよ。頑張ってね。で、次は誰を連れていくの？そうだな、ああ、やっぱエリカちゃんはないか。ここでもう一回、もう一番エリカみたいなのないか。じゃあ花火ちゃん行ってみる。グリちゃんに対して元気っ子だから、エリカちゃんが。グリちゃん選んじゃうと、また、なんかこうね、元気な感じになっちゃうから。花火ちゃんで行こうか、今回は。いろんな客層捕まえよう。花火くん来てくれるか？はい、かしこまりました。恥ずかしいですけど、頑張りたいと思います。君レビューしてるんだよね。恥ずかしいって。うん、花火の踊りは、大人やお年寄りがいて、静かなところがいいと思うよ。図書館かな？よし、それじゃあ大丈夫。ま、図書館で踊りをするのもダメじゃないか？それは場所的によろしくない気がするな。静かな、大人がいて静かな場所。教会、墓地は大人っていうか、なんていうか。さこみず邸。さこみず邸でやる。ダメか。一回図書館をまず見に行くか。教会もありだなと思った、今。教会もありかなと思ったけど。でも、花火ちゃん和だからな。洋の教会はな。結構大人が多いな。なかなか静かな場所だな。割といいような感じの、とこになってるけど、場所が場所だけに踊っていいのかっていう問題はちょっと、気になるとこではあるね。もう一箇所、教会見に行こっか。教会もいい線行ってると思うんだけどな。静かかどうか。おや、大神さん。教会に何かご用ですか？いえ、少し事情があって、大道芸でお金を稼いでいるんですよ。シャノワールが潰れそうなんです！エドシンプ、寄付してください。はあ、そうですが、つかぬことをお尋ねしますが、エリカさんも大道芸を、成功したよ。はい、今はいませんが、もちろん、エリカ君にも手伝ってもらってますけど。そうですか。何事も起きないと良いのですが、はい。エリカ君の教会か。うん。お年寄りが多いな。まあそうだろうね。ああ、あんまいいメッセージじゃなかったな。ってことはやっぱ図書館でいいのかな。他静かな場所って墓地？墓地で踊りもどうかと思うけど。でも花火ちゃんのイメージ、墓地のイメージがあるからな。出没スポットという意味では。フィリップにも見てもらう方がいい。ああ。ダメか。フィリップはいるのにな。フィリップがおひねり5000万とかくれないかな。花火、素敵だったよ。つってこう、5000万くらい、ダーンと置いてってくれないかな、フィリップ。フィリップも一応富豪でしょ、おそらく。花火ちゃんと、恋、仲になった時点で。そうでしょ。上流階級でしょ。では、大神さん、準備をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。大丈夫か？ちょっと、なんか、ね、係の人に許可取らないと。それじゃあ今のうちにお客さんを集めておくか。静かな感じで、静かな感じで、ここは。さあさあ、見てのお楽しみ、大道芸が始まるよ。あんまり騒がしいぞ。それでは拍手でお迎えください。もうめんどくさくなったからこっちでいいや。あの皆様よろしくお願いします。それぞれのテーマ曲を使うの、これ。そういうこと。そういうことなのか。悲しいな。もう悲しいな。儚いダンスか。これだったら図書館でも許されるかもな、この BGM なら。これ今踊ってます、花火ちゃん踊ってます。心の目で見てね、みんな。誰一人こっちを振り向いてくれないけどな、背景の人たちは。それあんの、それあんの。街の色が雨に濡れて。そう、これあるんだ。俺も飛ばせないから。
ジュブナエルの夢が消えた。ジブナエルってなんすか。ジブナエル。物語に恋をした私はいない。悲しいな。これおひねりくれるかな。置き去りになった過去、心の傘は誰が差してくれるの。ちょっと待って、それぞれの思いを歌ってないかこれ全員。もうなんかそれぞれの心境を歌ってる感があるけどな。グリちゃんは海が導く我が血の血の定めみたいなこと言ってたんだろうな。忘れられないあなたを。アナちゃんまだ引きずってるフィリップのこと。あ、終わり。あの皆様、私の歌いかがだったでしょうか。あの最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。ポッ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 。はい、心の傘は心の傘でした。タイトル大神が即興でつけてるのかな。以上で終わりにします。これでもね、おひねりお願いします。祈りっていうなんかあれだけど、あー微妙だった音が。いかがでしたか。あーでも割と稼いでる。682フラン。なんだろその細かさ。 OK。 失敗することあるの大道芸。運かな。運で長く歌ってなかったもんね。なんか花火ちゃんその割にエリカちゃんすーげー歌ってたもんね。なんか大量に歌ったから。ご苦労様。それじゃあお昼になったし一休みしようか。はーい、それじゃあみんなでお昼ご飯にしましょう。なんか稼いだ分全部使っちゃいそう。大丈夫か。結構お金も稼げたけどまだまだ足りないね。そうか、私は結構良いと思うがな。グリちゃん出てないよ。確かにこの調子だと5000フランを稼ぐのは日数がかかってしまいますね。でもでも大道芸で稼ぐ他に方法はないですよ。そうなんですよね。もっとおひねりがもらえれば良いのですか。グッズ販売とかどう。グッズ販売とかに手出してみたらどう。それならいい方法があるぜ。ほらお前らのグッズだ。サイン色紙を大量に持ってきてやったよ。ロベリオ、私が手伝ってやるよ。そうすればレビュアーも二人になって今よりも稼げる。お前が盗みに入った方が早いんじゃないの。どうだい、悪い話じゃないだろ。そうですよ、ロベリアさんが来てくれたら5000フランなんてすぐです。大神さん手伝ってもらいましょうね。そうしましょう。そうだな、俺が選ぶの。おお、あ、時間制限。何が狙いだろ。しかも信用するよ。花組のメンバーだろ。よろしく頼むよ、ロベリアが来てくれたらすごく助かる。ああ任せな、仲間のためだ。稼いでやるよ。僕は反対だよ。だってロベリア嘘ばっかりつくもん。さっきのことは謝るって、みんなで蒸気クーラーを作ろうじゃないか。え、あの整備士と何を話したお前。なあココリコ、みんなで頑張ればお金もすぐに稼げるよ。分かった、でも今度嘘ついたら本気で怒るからね。ああ分かったよ。それじゃ飯食ったらみんなで大道芸しようぜ。はーい頑張ります。グリちゃんが出てこないな。蒸気クーラー楽しみだね。なんか個別に自分の部屋につける約束を取り付けてきたないかお前。そんな感じなイメージがあるけど。どうやった。それじゃあ午後からは二人組でもやってみようか。それでは他の人は、回転準備だ。え、これ選択肢難しくてパターン多すぎないか。ちょっと待って、エンディング Z とか出すのやめろよ。二人で大道芸をやるときはレビューの相性もあるから気をつけて。あー、うまくいかないか。あと同じコンビだとお客さんも飽きちゃうから変えてった方がいい。4時間4回は大道芸多いな。はい、まず一人目。あー、エリカちゃん選んだら騒がしいでしょ。グリちゃんって騒がしいでいいのかな。コクリコも騒がしい。ロベリアが静かなのかな。誰が静かなの。誰が花火ちゃんと一致するの。誰も一致しない気がするんだけど。え、ちょっと待って、他のレブをそのヒントを得るためにまずはグリちゃんを誘ってみよう。あれ、グリちゃんいた今。はい、一番最初にいた。じゃあグリちゃんをまず誘う。これがどっちに判定される。騒がしいか。よかろ、たまにはこういう余興も必要だからな。だろうからな。うん、グリシーンの歌なら大人が多くて。あー静かなとこでいいんだ。じゃあ花火ちゃんとか
静かなところがいいと思うよ。あ、でも組み合わせ的にバッチリじゃない？もともとね、グリシーヌだけ連れていく、そのパターンもあんのか。そっか、短期グリシーヌか、そのパターンもあんの。花火ちゃんでしょ、静かなところなら。ロメリアが騒がしいのか。ロメリアどっちに属してもおかしくないしな。はい、かしこまりました。力を合わせて頑張ります。オッケー、この二人ならいいでしょ、いけるでしょ。問題はどこでやるかだけど、図書館でもう一回やるか。ちょっと静かっていいんだよな。すんげー静かで大人がいるとこってどこよ。葬儀会場とかじゃないの、それ。葬儀会場とかでしょ、それだと。市場一旦どういう場所か確認するか、騒がしいと思うんだけどね。ここではない気はするけど。ああ、ロランさん。おや、大神くんではないですか。何かお買い物ですかな。いえ、少し事情がありまして、大道芸をしてお金を稼いでいるんです。ロランさん、宝石商だよね。一個くれない？そうだったんですか。なら、ココリコに頼むのが良いのではないですか。大道芸に関しては、あの子は素晴らしい才能を持っていますからね。では、オオカミくん、私も応援していますから、頑張ってくださいね。ありがとうございます。ロランスさんも、ぜひ、見に来てくださいね。ココリコ連れてないんだけどな。あ、いろいろか。騒がしくていろいろか。え、これ一番いい組み合わせって、大人に受けることを子供に受けることで、騒がしかったり静かだったりするっていう組み合わせをやるのがいいのかな。そういう感じかな。客層を広くして市場を狙うっていう。市場制圧することができるのかな、それは。ここは子供とか大人とかいろいろな、ちょっと騒がしいな。うん。静かな場所だもんな。日本大使館ってどう？日本人来てて、日本人だと、為替レートが違うから、フランに直すと結構な量くれるとか。そういうパターンない。おや、花火さんじゃないですか。花火さんっていう。花火ちゃんに気づくの。この僕に何か用ですかな。グリちゃんいるんだけど。あ、いえ、そういうことでは。すいません、坂水大使。大使館の前で大道芸をしてもよろしいですか。すごいな。大道芸。もしかして花火さんがしてくれるのか。はい。恥ずかしいのですけれど、精一杯頑張りますと。なんでこんなに花火ちゃんに注目するの。坂水はグリちゃんいるよ。そうかそうか。いや、僕はね、花火さんの大ファンなんだよ。そういうこと。同じ日本人として応援しますから、頑張ってくださいね。お、なんかいっぱい来るそうだな。こいつ金持ちだろ。はい、ありがとうございます。坂水大使、日本大使館の前か。結構大人が多いな。なかなか静か。ああ、いいんじゃない、いいんじゃない。これ坂水がいるしさ、なんか5000フランぐらい入れてくれない。坂水の今月の給料全部入れてもらうとか。では準備をしてくるゆえ、客を集めておくのだぞ。花火ちゃんは準備しない。お客さんを集めておくか。さあさあ、見てのお楽しみ、大道芸が始まるよとか言うけど、歌を歌うだけだよね、基本。それでは拍手でお迎えください。では私たちの歌と踊り、存分に楽しまれよ。組み合わせはバッチリ。ああ、その衣装。その衣装か。あんまり見てなかったから、なんか嬉しいな、着てくれると。グリちゃんは割と着るんだけど、花火ちゃんとかあんまり着なかったから嬉しいな。では、参ります。皆さん、最後までご覧になってくださいね。最後におひねりだもんね。最初からおひねり入れるボックス用意しておけば。さすがは花火だ。舞に関しては、私も負けるかもしれんな。クリシーヌさんたら、あ、そうだわ。一緒に踊りましょうよ。お、来たか、コンビネーション技。待て、花火、私は。あ、二人で踊るみたいだぞ。ほら。ヒブは、ゆっくりと指の先でリズムを取るのよ。火の舞。こうか。結構難しいものだな。あ、もう曲も終わりね。じゃあ、これで決めポーズ。勝利のポーズ、決め。ならないか。日本舞踊でした。皆様のご声援ありがとうございました。グリシーヌ、上手だったわ。今度シャノワールの舞台で一緒に踊りましょうね。ああ、そうだな。ただし今度は事前に練習しておこう。みんなも楽しめたようだな。では、これで。おひねりは？あ、では、お二人に盛大な拍手をどうぞ。おひねりもどうぞ。終わりにします。花火くん、実に素晴らしい。まさに、一輪の花のようだ。僕は今、ロマンスを感じたよ。花火くんの素晴らしさをお金に変えることはできないが、さあ、取っておきたまえ。日本大使館だ！って、大使館ごと、権利書くれないかな。こんなにたくさん、ありがとうございます。坂水大使。ぽ、ずるいな、なんかそれ。では、楽しまれた方はおひねりお願いします。
それで隊長どうだったのだ。すごい、1280フランもおひねりがもらえたぞ。タコ水タコ水、3000フランぐらいお前一人で入れろよ。タコ水足りねえぞ。大道芸は大成功だし、場所もすごく良かったからな。よし、一旦シャノワールに戻ろうか。分かった、これ次エビアンゲームだ。これ分かった、ロベリア連れてけばいいだけだ。なるほどな、そういうことか。推し活してる人たちにおひねりもらうのが正しいんだな。なるほどな、これが推し活ってやつか。レッドも推奨してたわ、ツイッターで。推し活推奨してたわ。で、どうです？ 5000 フラン稼げそうですか？今2000フランぐらい。まあ、大丈夫だと思うよ。あ、4回あんのか？あと3回あんのか。いけるかな？みんな頑張ろうね。うん。ほら、コクリコ。怒ってないでしっかりやろうぜ。この2人の組み合わせはダメってことだ。言われなくても分かってるよ。一郎、次の大道芸に行こう。やれやれ。ガキは、手が焼けるな。ロベリア、何か言ったかい？何でもないよ。ほら、早く次を選べ。ああ、それじゃあ、次の大道芸は？まあ、ロベリア選んでエビアン警部行きたいんだけど、ココリコとロベリア最悪の組み合わせだから、選んじゃいけないけど、エリカちゃんとあ、間違えた、花火ちゃん選んじゃった。あれ、やべえ。やべえ、間違えた。さらっと選んでしまった、さらっと。さらっと選んじゃったな。お年寄りいるところか。ああ。コクリコってどっちなの？コクリコ騒がしいでいいのかな？わかんねえんだよな。ああ、花火ちゃんとロベリア仲いいかどうかもよくわかんねえもんな。花火ちゃんと仲いい子、エリカちゃんは騒がしいからダメで、この後もコクリコだな。コクリコを連れてって、コクリコはどっち振りか見るか。はい。ちょ、珍しい組み合わせだけどね。うん、わかった。僕に任せて。大道芸をしに行くか。あれ、コクリコどっち判定もない。オールマイティか。大道芸だから。さすがだな、コクリコ。じゃあ、大人が多いところ。お年寄りが多いところ。やっぱ、教会でしょ。静かでお年寄りが多いところ。レドシン、やらせろ。はい、大道芸の調子。エリカ君の教会か。お年寄りが多いな。まあ、ちょっとこれで行くしかない。ちょっと間違えちゃったから。本当はエビアン警部行きたかったんだけど。じゃあ、準備してくるね。オッケー。そっか、こういう組み合わせが見れるのか。一人パターンもあるの厄介だな。お年寄りじゃねえんだけど、完全に。コクリコと、タタミゼジェンヌの登場です。それではお迎えください。そっか。タタミゼジェンヌだったね。みんな、お待たせ。僕たちのステージ、楽しんでいってね。でもいいんじゃないの？お年寄り、ちっちゃい子、好きでしょ？なんだその偏見。いけるんじゃないの？それでは、日本伝統の遊び、お手玉を披露いたします。そうなるのか。まあ、コクリコとだったらそうなるのか。さあ、花火、行くよ。花火じゃないよ、畳ぜ、ジェンヌだよ。じゃあ僕から行くね、ほらほら。なるほど、お互いに投げ合うのか。すごいことを考えるな。なんか、羽根つきの剣があるから数増やすよってやってきそうで怖いな。任せてください、はい、はい。数増やすなよ、ココリコ。すごい、違った、もともとすごかった。20個ぐらい投げ合っているぞ。化け物しかいなかった、この電撃。電撃じゃね、マリカ劇団には化け物しかいない。ココリコ、そろそろやめないと。そうなんだけど、二人で投げ合っているからタイミングがつかめなくて。あ、失敗パターン。じゃあ掛け声をかけるから一斉にやめようね。アン・ドゥ・トワ。お手玉が、あたたたたた、受け損なっちゃった。失敗もあるのね。私もです、失敗しちゃいましたね。以上をもちまして、畳でジェンヌとコクリコのお手玉ショーは終わります。皆さん、最後まで見てくださってありがとうございました。コクリコと畳絵ジェンヌのお手玉ショーでした。以上で終わりにします。さあ、教会に寄付するよりこちらに寄付してください。例の神父を潰せ。どれくらい？すごい、ああ、割と成功してる。1010フラン。オッケーオッケー、場所が良かったね。大成功した大道芸、あれでいいんだ。まあ、組み合わせは悪くないもんな。間違って選んだけど、そういうことね。オッケー、じゃあ一旦次のパート行こっか。はい。